和の街並みの中に突如現れる壮大な西洋建築、大原美術館だ。設立は1930年、モネ、マティスらを直接訪ね作品を収集したというルノワール、ゴーギャン、エル・グレコ、忍びにもわかる素晴らしき名作たち。倉敷に来たらここには立ち寄らねばなるまい。